回のタイトルは、カルダの創設者ホワイトハウスの半暗号報告書をゴミのようなものと酷評です。ぜひ最後までお付き合いください。ホワイトハウスの新しい経済報告書がデジタル資産を投機的でリスクが高く基本的な価値を提供しないと批判したことで暗号通貨業界に大きな波紋を呼んだ後、カルダノの創設者のチャールズ・ホスキンソン氏が厳しい言葉で反論しました。実際ホスキンソン氏は暗号コミュニティで長男の仕事とも呼ばれる年次大統領経済報告書についてコメントし、その著者たちが当局自身が作り出した現在の銀行危機を暗号通貨のせいにしていると述べ、22日に配信された YouTube ビデオで説明しました。彼が強調したように、報告書の著者たちは暗号がお金の分散型保管と管理、金融包摂、決済システムの改善、提供者と受信者の両方から価値を引き出す仲介者をバイパスする知的財産と金融価値の分配のメカニズムなど、約束した利益を何一つ提供していないと主張しました。彼はこれらの結論をデタラメとして却下し、次のように指摘しました。私たちはこの大きなお金が小さなローンを支えて借金、絶望、そして自殺に至る2022年のブルームバーグからの直言を作り出したわけではないのです。ホスキンソン氏はこの報告書を哀れなジョークと呼ぶだけでなく、このような報告書は静かな危険である。なぜならバイデンやトランプのスピーチではなく、このようなことが法律や政策、監督に反映されるからです。これらの報告書は正当なものとして扱われ、誰も関心を持たず誰も読まないのです。ハンクリプトの姿勢が裏目に、興味深いことに最近生き残るために売却しなければならなかった銀行大手クレディスイスの元 CEO であるティジャンティアム氏は、かつてビットコインのようなデジタル資産に声高に懐疑的で、2017年11月にはバブルの定義そのものであると主張しています。その上ホスキンソン氏は、彼がまだイーサリアムの CEO でスイスに拠点を置いていた2014年に、暗号資産は扱うには危険で不安定だという理由で彼の口座開設を拒否したクレディスイスに関連する逸話を披露しています。一方、米国の大手銀行5行は2023年に時価総額から1000億ドル以上を失っており、これに対し機関の分散型金融リファイ資産は同期間に時価総額に2000億ドル以上を加え、さらに S&P500 社の 97% を上回っています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。